さあ、和菓子とアジロンダック、アジロンのワインを。それはチェリーとかね、ダークベリー、ブラックベリーのような、ブルーベリーですね、ブルーベリーのようなニュアンスがあって、でどことなくね、これ私の感覚ですけど、土とか腐葉土、土とか腐葉土、そして言った焙煎したようなごま、ごまのようなね、ごま湯のような香りがね、ほんの少しだけ。はい、皆様お疲れ様です。お酒の塾上です。塾上オップ、塾上オップ、お酒、今回もご覧いただきまして本当にありがとうございます。今回は日本のワインです。ワイン、それも名城地山梨県甲州市、甲州市の勝沼、勝沼のエリアのこちらの赤ワイン、そしてブドウ品種は幻のブドウ、幻のブドウが使用されているこの赤ワイン、香りアジロン、香りアジロン、やや辛口2023の登場になります。山梨県の甲州市っていうのはですね、日本全国の中でも屈指のワイン、ブドウの名産地になります。その数、ワイナリーの数もね、当然多くてですね、甲州市だけで約45、山梨県だけじゃないですけど、甲州市だけでね、約45のワイナリーがあるというふうに言われてまして、そのメインであります勝沼町、勝沼のエリアでは、私が数えたところによると31箇所ものワイナリーが存在すると。そうなんです。歩いてね、次のとこ行けると言いますか、あ、こんな近くにワイナリーあるんだな、隣のワイナリーがあるんだなみたいなね、そんな感覚ですね。勝沼の他にね、甲州市の中では多いエリアとしては塩山ですね、塩山と書いて塩山、約9箇所ぐらいあるのかな。そのようにですね、山梨県の甲州市だけでですね、ワイナリーが約45、それほど多い名城地っていうことなんですね。この前ね、勝沼に行ってきまして、毎年1回ぐらい行くんですけど、勝沼でワイナリーいろいろ巡らせていただきましてですね、大泉ぶどう酒さんにお邪魔したんですね。例のごとく、お酒止めがあった、銘柄と目があってですね、こちらの方を今回登場させていただいた次第ですね。ぶどう品種はね、アジロンダック、幻のぶどうとも言われてます。ご存知ない方が多いんじゃないだろうかと思いますが、日本ワインの代表的な昔からあるブドウ品種、それがアジロンダックっていうことなんですね。アジロンダックの歴史は古くてですね、明治時代から勝沼のエリアあたりで植えられてる、山梨県全般で植えられたというような、そういう老舗古参のブドウ品種、古参のブドウ品種で、アメリカ系ブドウです。アメリカ系ブドウ、いわゆるビティスラブルスカ系統ですね。なぜこのアジロンダック、幻のブドウと言われるかというとですね、非常にデリケートなんです。デリケート、栽培収穫するまでが非常にデリケートで、一番難しいのは成熟になった時に粒が落ちてしまう。せっかく今から収穫できんなと思ってんのに、ポロポロ落ちてしまうっていうね、いわゆる収穫時期が非常に短いので、さらに運搬とかしてるとですね、粒がどんどん外れていく可能性が高いので、食用とか遠方には向いてないんですね。遠方に輸送されるのが向いてない。歴史的にはですね、ワインとかジュースというふうに、ワイン用ジュース用というふうに使われてきた、それがね、アジロンダックというブドウ品種なんです。香りはね、ビリスラブルスカ、いわゆるアメリカ系なんで、グレープジュースのようなブドウジュースのようなね、はつらつとした香りがやはりありますね。それはチェリーのような、カシスのような、ブラックベリー、ブルーベリーのようなですね、そのような香りがある。甲州勝沼のエリアって言ったら、甲州を筆頭に、そして黒ぶどうのマスカットベリー A が圧倒的に有名なんですけど、このキラリと光るオンリーワン的存在、それがですね、アジロンダックという黒ぶどう、そして今回登場しているのがですね、
1902年創業の大泉ぶどう酒さんが作られるこちらのアジロンダック、アジロンやや辛口2023というね、そういう銘柄なんですね。この幻のぶどうアジロンダック 100% 勝沼のエリアで収穫されたアジロンダック 100% を使用した銘柄をですね、飲んでいきましょう。香りアジロン、アジロンダック、勝沼町産ぶどう 100% 使用、勝沼町産ぶどう 100%。 外観色はいかがでしょうか。紫がかったガーネット、2023ということで紫がかったガーネットですね。アルコール度数 12.5%、 アルコール度数 12.5%。 ではこの赤ワインを失礼いたします。冷やした方がより特性に合ってるっていうことなので、今回冷やしております。いや、冷やした感じかな。香りの方はいかがでしょうか。うん、アメリカ系ブドウ品種ビティスラブルスカ系統のですね、代表的なグレープジュース、ブドウジュースのようなね、華やかな香りですね。それはチェリーとかね、ダークベリー、ブラックベリーのような、ブルーベリーですね、ブルーベリーのようなニュアンスがあって、でどことなくね、これ私の感覚ですけど、土とか腐葉土、そしていった焙煎したようなごまのようなね、ごま湯のような香りがね、ほんの少しだけしますが、支配的なのはね、グレープジュース、ブドウの香り、チェリー、ダークチェリー、レッドチェリー、ブルーベリーのような香りがやはり優先的に来るのかなと思いますね。では口の中に含んでいきましょう。うん、まったりとして落ち着いた酸味です。まったりとして落ち着いた酸味、えも言えぬ心地よい酸味がやっぱり一番きますね。そしてですね、飲み口はややビターさもあるんですけど、タンニン控えめ、渋み控えめでですね、そして旨味です。旨味を感じることできますね。日本ワインっていうのはね、この旨味を感じるのがね、大きいファクター要素なのかなっていうふうに感じますよね。さあ、和菓子とアジロンダック、アジロンのワインを合わせていきましょう。まずはドラ焼きです。ドラ焼きから失礼します。ドラえもんが好きなドラ焼き、失礼いたします。そうですね、アジロンダックの酸味が優勢なんですけど、その後のですね、甘みとかね、旨味がですね、うまいことね、このドラ焼き、あんこもそうなんですけど、生地に合ってますね。で、栗入りのどら焼きっていうこともありましてですね、栗とね、このね、味わいもよく合いますね。いや、お菓子と赤ワインってなかなかね、どうかなって思ってたんですけど、このアジロンダック自体がですね、香りがね、フルーティーで洋菓子のようなグレープジュースのような香り、甘いニュアンスがあるので、こういうどら焼きでもよく合うっていうことですね。次は、あんこが乗ってるお団子です。失礼いたします。やっぱりあんこと合いますよね。以前動画でアップしたね、ものもあんパンと合わせたんですけど、酸味が優勢なんですけど、あんこってなんかね、酸味を抑えるような感じがありまして、そしてあんこプラスお団子のですね、甘みと旨味がですね、やはりこのワインの味わい、旨味と甘みにね、強調する、控えめな旨味と甘みに強調する、いやー、和菓子によく合いますね、これね。もちろん和菓子のみならず、照り焼きとかね、照り焼き、あとはすき焼きというような甘めを感じるようなものにですね、最後はみたらし団子です。みたらし団子、失礼いたします。
うん、おお、コクが豊かになりましたね。ワインのですね、コクが深くなったような、みたらし団子に全然負けてないですね。最初ね、酸味甘み旨味ともね、バランスよく流れてくるんです。シャープな酸味が際立ったっていうことじゃなくてですね、さっとね、うまいことまとまってくる。いや、このみたらし団子とこのワイン、アジロンダックよく合いますね。非常にマッチする。甘い、なんだろう、甘いタレとかソースによく合うっていうような、負けてない、負けてないっていうのがこのアジロンダックというね、ブドウ品種の個性なのかなっていうことをですね、再認識しましたね。結論から申し上げますと、和菓子によく合うどら焼き、あんこ、そしてみたらし団子、よく合う。では今夜は日本ワイン勝沼のブドウのみ作られた幻のブドウ品種であります、そして昔から登場しております黒ブドウ、アジロンダック、アジロンダックを使用したこのワイン、香りアジロン、やや辛口、2023香りアジロンで乾杯。今回もご覧いただきまして本当にありがとうございました。お酒の塾上でした。塾上っぷ、塾上っぷ、塾上っぷ、お酒。